まあ、まふまふさんの東京ドーム 2days もそうだけど、ネットの規模、レプゼンチキのすげえなと思うのは、イベントに人を呼べるっていう強さ。あ、これはな、なんていうかな、はい、マジですごい。1万人呼ぶことがどれだけ難しいか。俺も呼べへんもん。それを、レプゼンチキは平気で埋めていくっていう。これができるやつが、要は YouTube やっとる人では、歌い手の中で、まふまふさんとか、あ、はい、おるけど、ほんまの純粋な YouTuber で、おらんのじゃないかなっていう。いや、僕も、ちょっと、頑張るっす。アリナツアーね、もう明日から。で、もうこれはね、なんていうかね、まふまふさんの東京ドーム 2days もそうだけど、ネットの規模、やと俺は思う。なんかその、なんていうかな、ネットで活躍した人をイコール芸能人より下みたいな、はい、それがどんどん変わっていく、その一つの出来事やと思う。いや、もう多分、うん、そこの世代の、うん、もうほんと結構すごい時代だと思うんですよ。うん、いや、ほんまにそう。僕たちってメジャーでもなければ、うん、なんか大人の力でも、テレビの力、雑誌の力、ラジオの力何も借りずに、うん、自分たちで事務所立てて、うん、もう Twitter と YouTube とかでガーって頑張って、うん、CD も置かずに、いやいや、そう、ほんとアリーナに立つっていうのは、ありえへんもん、だって。俺だって、レペゼンの内部情勢見とうけど、よう、こいつらアリーナに行くな、みたいな。けど、それができてしまうのが、今の時代。まあ、俺ももちろんアリーナに行って見届けたいし、まあ、もちろん、まふまふさんのやつとかも俺すげえなって、はためで。あ、なんか、かっこいいなと思う。こんなことできるんやっていう。いや、次々現れてくるっすよ、うん、でも。僕たちが一番最初になりたいだけで。でも、同世代やもんな。まふまふさんも、俺も社長も。確かに。あ、同世代だ。そう、平成の。同世代よ。見通る都市の人間が、ここまでバーンってやっていく中で。でも、新しいやつがまた来るんやろな。黄金世代みたいな。多分僕たちがきっかけであるだけで。うん。